ちょっとね、何度も聞いてるんで、みんな中毒性があって、もうならないって思ってるんですけど、また申し訳ないですね。いよいよアウトかと。トランプ弾劾の可能性出てきたと。まあ、はい、まあ、何回もね、今回こそ危機だと言われてきたのを乗り越えてるので、まあ、そうですね、まあ、証拠が上がってきましたからね、またまたというふうに、はい、まあでも定期的にこれをやっていくしかないのかなというふうに思ってますけど、はい、うん、いや今回もやばいんじゃないかという、うん、はい、いや僕ね、多分ね、政権、僕の予想ですよ、うん、僕の予想は、うん、政権追われた後になんかの変な犯罪とかでしょっぴかれるのかなって。ああ、なるほどね。政権中はさすがにないかないかなって言うんですけど。いや、だってこのままいったら2年後も今のままだと、再選しそうじゃん。うん、いやー、どうかなー。わかんない。ちょっと結構今ボーダーラインだと思うんですけど。なるほど。としては。なるほど。いや、わかんないです、わかんないです。僕もそんな、はい、あの細かく選挙の僕の気持ちが行き過ぎてんのかな。大丈夫じゃんと。いやいやいや、次も、いやいや、わかんないですよ。次もトランプじゃんと。いやー、どうかな、うん、はい。はい。まあ、あの、ベテランのジャーナリスト、エリザベス・ドリューという方がですね、はい、はい、書いた方ですね。あ、これ、この人、ニューリパブリックとかにも書いてる人だ。うん、はい、いろいろ書いてる方なんですが、はい、この女性ジャーナリスト。うん、まあ、一連の動きで、外堀が埋められてきた様子を書いております。うん、はい。で、まあ、あの、今回、トランプ、11月の選挙、我々見に行きましたよね。はい、来ました。ま、なんですけど、あの頃から、やっぱり変化がいろいろあって、うん、当然ながら、その中間選挙は、まあ、特に彼の基盤だった中部とか、はい、農業系のところで落としましたよね。はい、14個あるうちの10個落としたのかな。うん、で、まず株価が、今、結構、だだ下がり状況じゃないですか。ね、あれ痛いですね。うん、だから、あの、今年の、確か、トランプ政権入ってからの、増えた分が、確か今、全部なくなったのかな。うん、はい。はい、で部分で吹っ飛んだという、でしかもほら、過剰議事件があったじゃないですか、はいはいはい、あれで、まあ、サウジアラビアに対してちょっと好意的なことを言ったら、そう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 、周りがちょっと人権をね、さすがに人権はどうなんだっていう話になって、はい、彼もちょっと1点2点こういろいろした部分があってですね、はい、まあ、とにかく今みんな言ってるのが、下院がやっぱ民主党に握られたのは辛いんじゃないかと、ちょっと痛いんじゃないか。でこの間その下院の議長になるペロシさんとかを自分のホワイトハウスに呼んで、はい、うん、一応皆さんどうですかって言ったら、あのもう喧嘩になっちゃって、うん、あの上院の上の人、何でした、チャックシューマーか、うん、なんかとチャックシューマーかなんかと一緒にもう言い合いして、うん、いや僕はなんかうまくやってんだけどっていう話になってたら、一番あのその時話題になったのがペンスさん横にいるじゃないですか、副大統領だから、うん、で一応上院の議長は彼、一応彼なんですね、はい、うん、ペンスさん実はその議論の中わーって聞いてたんですけど、うん、何も言わずにこうずっと言ってて、ペンスどうしたって話になってて、ペンスが寝てるとかね、はい、なんか話になってなんか神経シャットアウトしてんじゃないかみたいな状況になって、結構それであのミームとかいろいろ出てて面白い。変に加わると、そうですそうです、飛び火がね、飛び火がね、怖いからってことなんですけど、はい、まあとにかくですね、今やっぱり特にはまあこれ先々週ぐらいにちょっと触れましたけど、うん、大統領候補だった時に、うん、今そのほら部下だった人たちが今、はい、結構ゲロしてましてですね、いろいろ話を司法取引で、うん、で実はロシアの投資案件、うん、特にプーチンに、あの部屋まで、うん、あの紹介しますみたいな、はい、ところもあった、うん、投資案件、はい、モスクワに投資するっていう案件が、うん、なんと6月まで話をしてたという、うん、あの2016年の6月ですから、はい、つまりその選挙共和党の候補になる直前までやってたということですね、はい、で現在のトランプがやばい案件が2つあるって彼女言ってるんですよ、うん、はい、で何かというと、はい、そのロシアの投資案件の、はい、つまり外国から、うん、エージェントからギフトを受け取ったというか、贈り物を受け取ったっていう意味での件が、案件が2つなんかあるそうですね。なるほど。そんなの日本の政治家はしょっちゅうじゃないですか。まあ、はいはい、わかんないですよ。僕はその辺知らないですけど。うん、はい。まあ、あとそれ以外に2つあるとしたら、はい、まあ、浮気の口止め料。これはストーミー・ダニエルですよ。うん、はい、あれ2人の女性に対して口止め料ありましたね、うん。あのお金って結局選挙やってる時にやってた話ですから、うん、選挙資金法違反なんじゃないかと。なるほどね、これ結構ね、重罰ですよ、はい、これは。はい、これ1点目。もう、2つあってのこれ3つ目ですね。うん、で、4つ目が、相変わらず、まあ、最終的に今、少女が狙ってるのは、ロシアとの共謀。なんじゃないか。まあ、まあ、これはまだ全然見えてこないんですけど、うん、基本的に、その、今、村と、あの、特別捜査官っていうのは、周りのとにかく外堀を埋めてって、はい、こいつらにゲロ吐かせるってことやってて、うん、なかなかうまい攻め方してるのかな。はい、で、ただ、僕ね、今回、やっぱりこの辺の話を見てて、うん、もう本当に思ったのがですね、トランプって、うん、結構、
越権行為、まあ、今回のカナダの話もそうですけど、うん、法律を無視することは結構多いらしいです、はい、で、あのその僕もそれ印象的だったのはですね、はい、ティラーソンっていう前の国務長官、うん、まあ、外務大臣ですよ、はい、あの辞めてもう1年、まあ、8ヶ月とか1年とかそれぐらいになりますよね、はい、今ポンペオさんですけど、うん、その前のティラソンっていう、うん、あのエクソンモービルの社長もやった人ですよ、はい、まあ、立派な人ですよ、はい、その方が最近もうようやくじゃあそろそろ、トランプ政権を辞めた後にそう、うん、ちょっと、その頃の思い出話としてちょっと一言言っていいかなと思ったら、はいはい、トランプさんにあなたはどういうことされたんですかって聞いたら、うん、ティラーソンさんが言ったのが、いやトランプ大統領って人に法を犯させようとするんだよってつまりやりたいこと、むちゃくちゃすぐ言ってくるから、はい、いや俺これ大統領に言われた通りにしたら僕あの法を犯すことになるんですけど、うん、いいんですかみたいな状況を相当経験したらしいんですね、はいはいはい、そういうこと言ってるっていう、はい、だからトランプってその細かいレベルかでかいレベルか知らないんですけど、うん、おそらくニューヨーク の, その不動産やってた時も相当違法なことやってたんでしょうね、うん、まあそうだね、まあ、違法にならない、まあ、しょっぴかれなかっただけであって、ギリギリ本当アウトなんだけどこれセーフだと思ってたっていう、はい、まあ、ギリギリアウトなグレーゾーン案件みたいのを、田舎の土建屋のおっちゃんみたいな経営をしてたみたいな感じじゃないまあそうですよね、不動産でね、ニューヨークで、はい、まあ、まあそうですいろんなあの切ったはったやってるわけですから、まあ基本ね、 そういうことでしょうね、そうそうそう、今の信号、はい、池田だろ赤だ、赤止まってんじゃねえよみたいな、ね、それ僕法律違反になっちゃうんですけど、逮捕されちゃうんですけどみたいな、今の行けただろお前みたいな、いやちょっと待ってくださいよみたいな、ね、そういうそうですね、だから、はい、僕はあのトランプに対しては、はい、メディアがアンフェアに取り扱ってるっていうのは分かります、うん、その僕はそれ認めます、うん、MSNBC とか CNN とか見てると、うん、はい、ひどいですよ、まあ、トランプに対してとにかく上げつらえて、まあいろいろ、ただトランプ自身ももしくは今回は明らかになってるのはトランプの選対事務所の弁護士とか会計士とか、うん、はい、そういう奴らも相当いい加減なことしてますよ。あ、やっぱね、相当いい加減なことしてます、はい、だからもうやっぱり法律、まあ、トランプに言われてじゃないかもしれないんですけど、はい、法律は破ってるって印象ですよね、うん、なので、まあ、トランプって、まあ、だから要するにその大きな方向性、例えば中国に喧嘩仕掛けるとかね、うん、その辺は僕間違ってないとは思うんですよ、うんうんうん、だからそういう意味では評価はある程度はできるのかなと思うんですけど、うん、細かいその足元のレベルでの失点が多すぎるというか、うん、犯してるっていうイメージは拭えないですね、うん、僕の中で。なるほどね。はい。いやー、まあだからこれから僕逆に思ったんですけど、今回のこういうトランプありますけど、うん、どちらかというと今トランプが特殊すぎるんで、うん、むしろその多分トランプが、まあ、いなくなった後にですね、うん、いやトランプってまあアメリカの大統領の方は特殊な人でしたよね、まあまあトランプだからってことで、うん、むしろ許されるっていう部分は他の外国からもね、うん、はい、あるんじゃないかなという意味では、うん、まだまだアメリカ捨てたもんじゃないのかなっていう、うん、ところもなきにしもあらずなんですけど、うん、あ、まあまあまあそこですよね、はい、ヒラリーよりマシ、ちょっとオーディオ CD、まあ、あオーディオブックという形ですね、はい、どちらかというと、はい、はい、ですのでよろしかったらこの戦略の階層からスタートして、ここはもういただけたらと、肝ですね、はい、はい、ここから入っていく、まあ、これを聞いてから番組を見ると10倍分かる、より投射費、はい、そうです、でもう10倍、あれこの間3倍じゃなかったっけ、今10倍なの、投射費、投射費、はい、投射費あの出ましたんで、はい、はい、あのだから損してるんですよね、あの10回見て初めて、あ、やっと分かってきたなっていうのは、ね、もう先にこれ買っちゃってたら、ね、さっさとその領域に達してる、はい、ということですので、はい、グレートリープができるという、そうです、はい、まあ、大躍進、時間の無駄をね、はい、あの避けたいなという人は、ね、ぜひ、はい、あのさっさと買うと、時間ないですからね、本当に今ね、はい、本当に、はい、で未来予測と戦略 CD、はい、これはあの戦略部門に、持ってったね、はい、の上の方を、詳しくやってるという CD になってます、 そうです、そしてリアリスト入門、まあ、リアリズムがね、ちょっとあのこの番組のテーマでもありますけれども、今年の傑作ですね、日本では非常に理解されてないというのがリアリズム、はい、それからですね、ルトワック、今来日中のルトワックですけど、ね、はい、一発逆転ということで、はい、いろんな、まあ、ルトワックは深いですので、クーデター入門を、はい、まあ、中心にしてますけど、はいはい、彼の思想みたいなもの、はい、エッセンスをそこに注ぎ込んで、そうですね、いろいろ解説しております、はいはい、そして戦略三部作、戦争論、はい、そしてクラウズビッツですね、クラウズビッツのね戦争論、それから地政学、はい、
それからそのこの3つとも独特というか、はい、国際的な、はい、理解を元にやっております、はい、なので、日本で出てる書物の解説とは違うというところが、はい、アングルが違います、ね、なってます、はいはい。